สังคนิจิวะไทจินโซเดียวโนสมเคตโตโตโมชิมาสึโดโซยโรชิคุโอนิไงไทชิมาสึこれからの時間は瞑想セラピーの時間です。つまり瞑想で内面の幸福に至るための時間です。本日もある3人の男について紹介したいと思います。この3人の男はみんな親友同士でしたけど、長い間会っていなかったので、3人で海外旅行に行くことにしました。行き先はとても素晴らしいところです。そして彼らは町の一番高級なホテルに泊まりました。さらに町の風景を見渡せる60階にある部屋を選びました。彼らはその町のいろんな観光地に行ってきました。そしてホテルに戻るときはもう夜になってしまいました。急いで休みたいけど、なんとそのホテルのエレベーターが故障になってしまいました。しょうがなくて彼らは階段を上ることにしました。上っている時に退屈しないためローテーションでいろんな話をしていました。一人目の男性は楽しいことや面白いことばかりを話し、その話は20回に至りますとちょうど終わりました。2人目の男は家族のことや仕事のこと、生活のことなどを話し、40回に至りますとちょうどその話が終わりました。3人目の男はこれからのこと、悲しいこと、後悔したことばかりを話し、ちょうど60回に至りますとその話が終わりました。3人はもう疲れ切っているから、2人の男は3人目の男に早く部屋を開けるように言いました。けどその3人目の男はこのように言いました。僕は悲しい話を一つ残しているんだ。それは部屋の鍵を下1階に忘れてきたと。この物語はここまでですが、皆さんにお尋ねしたいのは、この3人の男は運が良いですか、それとも運が悪いですか。多分多くの方は運が悪いと思っていると思いますが、私の考えではこの3人の男はまだ運が良いと思います。なぜならどんなに疲れていてもですね、もう一回鍵を取るために一階に戻っていくことができます。もしこの話は階段ではなくて、皆さんの人生ならどうなるでしょうか。階段一階から20階までは人生の時間だったら、多くの方は1歳から20歳までいろんな楽しいことや面白いことがいっぱいでしたね。20歳から40歳までは結婚話とか生活のためのこととか仕事のこととかが多いと思います。40歳から60歳まではほとんどこれからのこと、悲しいこと、後悔したことを考え始める時期ですね。もし何かを忘れて60歳になって初めて気づきましたらどうなりますか。それこそ本当に運が悪いと言うべきです。皆さん生きている間、自分の考えていること、自分のやっていること、それは必ず皆さんの将来に影響を及びます。後悔しないためには、今この時間に良いことをして、良い考えをするように、良い言葉をするようにしましょう。そうすれば、皆さんの将来は必ず運が良い将来になるかと思います。それでは皆さん、今日のお話はここまでです。これから瞑想の時間に入りたいと思います。よろしいですか？では瞑想を始めましょう。まず目は
軽く優しく閉じましょう。眠りにつく前のようにゆったりとした気持ちでここに安心していて座ります。緊張したり焦ったりしないようにゆったりと気楽に行いましょう。2、3回くらい深呼吸をしましょう。喜びを感じながら息を深く吸い込み、心のすべてのわだかまりを吐き出します。息を吸い込むときには、その空気が皆さんの鼻を通して体内に入っていて、お腹の真ん中くらいまでに吸い込みます。吐くときには、そのお腹から空気が出ていくように感じましょう。リラックスして、楽にゆったりと行います。自分がたった一人で気持ちよく座っていると感じましょう。この広大無辺の夜空の下でゆったりと座ります。さあ、リラックスしてゆったりと休みましょう。そうすれば体も心も徐々に解放されていきます。眠っている時のように気が楽になり、ゆったりと内面からの幸福を感じましょう。では深呼吸をやめて自然に呼吸をしましょう。次に全身の筋肉をリラックスさせましょう。頭から足のつま先まで、上から徐々に下までリラックスさせていきます。楽に行いましょう。頭をいつも考えすぎたり、いろんな物事を抱えてしまったりしているところです。特におでこや目の周りの筋肉、そこの緊張感を緩めましょう。眉間のところ、顔全体、全細胞のすべての緊張感を解き起こします。首のあたりへ、両肩へ、肩の力を抜きましょう。今まで背負ってきたすべての責任や
思い悩みなど、すべてを下ろしましょう。両腕、手の指先まで、徐々にリラックスさせていきます。眠っている時のように、気楽に、気楽に行いましょう。胸のあたりやお腹へ、背中、腰へ、足の指先まで、すべての緊張やすべての力んでる場所をリラックスさせましょう。そうすれば、体も徐々に解放されていきます。まるでこの体がシャボン玉になったかのようになってきます。あるいは空を浮かぶ雲のように軽くなってきます。焦ったり、頑張りすぎないようにリラックスしてゆったりとしましょう。楽に、สบายต้องอยู่นะว่าคีลักคืนนี้รีลักคือต้องอยู่อิมิเดสสึเบเตโนโมโนโกโตอิตโตคิโตโอโรชิมาโชคายชายาお仕事、抱えている問題こと、家族のことや明日のこと、今までの悩みなど、すべてのことから自分の解放しましょう。そうすれば、心身ともに軽くなりますから、どんなに重い物事でも、この人生においてほんの一部の期間に過ぎません。いつかこの問題ことがなくなります。いつまでも終わらない問題ではありません。ですので、その心配事で悩まないでください。すべてを下ろせば良くなりますので、すべてを下ろしましょう。まるで今まで皆さんが重い石を背負ってきています。もう重い、もう我慢できないと思ったら、その重い石を下ろせばいいわけです。人生に起きているすべての悩みも下ろせば良くなりますから。下ろすことで幸せはおのずから皆さんの人生に集まってきます。ですので、ゆったりとすべてを手放しましょう。まるで自分がこの世界に
生まれたばかり赤ちゃんのように、責任もなく、心配こともありません。あるのは、無邪気で、幸せな気持ちだけです。そうすれば、心も解放されてきます。羽を広げ、空を羽ばたく鳥のように自由になってきます。ゆったりとこの楽な気持ちを味わいましょう。楽になり、ゆったりとすべてを下ろしましょう。今自分がたった一人で気持ちよく座っていると、このどこまでも広がる夜空の下でゆったりと休んでいます。体もすべての緊張から解放され、心もすべての物事から解放されました。自分の体はまるで周りの空気に溶け込んできます。体の中には宇宙空間のように何もないところです。内臓もなく、骨もなく、あるのは宇宙空間のように空っぽであり、この体の真ん中に、大体お腹の真ん中に、ゆったりとしている空気が広がっています。そこには少しの緊張感もなく、ただただ気持ちいいな、幸せだな、そういうエネルギーが広がっています。ゆったりと内面からの幸せな空気を味わいましょう。自分の今の感覚、意識など、体の真ん中、そのお腹の真ん中に意識を向けましょう。そこには広がりがあり、自由な空気に包まれています。ではしばらく、この内面からの幸せなエネルギーを味わいましょう。ゆったりと楽に、ゆったりと楽に、お腹の真ん中に意識をとどめ続けましょう。
楽に気持ちよくゆったりとリラックスします。楽にสบายสบายリラックスしましょう。これからこの瞑想で得られた心地よさやこのสบายสบายの気持ちをこの世界の人々と分かち合いましょう。まず自分のお腹の真ん中からそのリラックスした気持ちを広げてください。上下左右に広げます。自分がいつまでも幸せでありますように、そう思いながら広げましょう。そして周りのすべての生き物たちがみんな幸せでありますように、そう祈って広げてください。ゆったりと気楽に気持ちよく、すべての生き物たちの幸せを祈りましょう。この世界にはまだ苦しんでいる方々が多いです。そのすべての方々がその苦しみから解放されますように、みんな仲良く平穏に暮らせますように、ゆったりと広げてください。楽に気持ちよくゆったりと行いましょう。そして最後にご自分のために祈ってください。これからの人生が毎日幸せで生きられますように、皆さんの人生からすべての悪いものことや悪い出来事が消えされますように、皆さんが内面の幸福に至ることができますように、ご自分の望みを祈ってみてください。内面の御仏様が皆さんの願いを叶えてくださりますので。สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตどうぞゆっくりと目を開けてください。いかがですか？今回の瞑想、少しでも楽な気持ちになりましたか？
では本日の瞑想はこれで終わります。また来週一緒に瞑想しましょう。今日は本当にありがとうございました。